いつもご視聴くださいまして誠にありがとうございます。今回はホンダ新型フリード EHV クロスターのエクステリア・インテリアの一部を速報でご紹介いたします。新型フリードの通常版動画の公開は2024年7月以降の予定でございます。
ホンダ新型フリードいかがだったでしょうか。皆さんはエア、クロスターどちらがお好みでしょうか。続きましてはボーナス映像をご覧ください。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。